注目のイタリア、今スターティングシックスが紹介されました。超満員の東京千駄ヶ谷、東京体育館、大きな拍手が巻き起こっています。ご覧の6人です。イタリア、ご覧のように2番ミニエール、そして14番セッターロビアン、この大会スーパーエースはご存知チェントーン、2番にミニエール、10番パッチ、ご覧のような6人のメンバーです。率いるのは監督マルコ・ボニッタ監督です。さあそして日本、最後の舞台、2004年のオリンピックへ向けて最終予選、日本の情熱、そして最後の挑戦、キャプテンの吉川智子が紹介をされました。その吉川を中心にいたしまして、セッター竹下、10番元気いっぱいの高橋祐希、キャプテン吉川、センターラインは13番ウォーターセンターの大友愛、そして何といっても注目は16番の栗原めぐみ、そして今日は18番スーパー女子高生の木村沙織が出てきました。成田がリベロ、日本復活なるか。柳本翔一監督が紹介されました。さあ吉川さん、はい、いよいよ決戦の幕開けですね。はい、多分非常に選手たちも緊張してますよね。逆にこの応援というのが心強いですよね、はい、そうですね、はい、現在全日本は世界ランキング第7位、対するイタリアは世界ランキング第4位、今大会女子は8チームが参加をしています。上位の4チームがアテネに進出します。結婚をして名前が成田に変わりました。成田郁美、人生同学。さあいよいよ第1セット、イタリアのサービスで今始まりました。いいレシーブ、左から、まず元気いっぱいの高橋祐希、日本の元気印先行いたしました。この世界最終予選もサーブ権に関係なく得点が入るラリーポイント制、25点選手の5セットマッチです。ただ最終セットのみ15点で争われます。吉原のサービス、ライト攻撃、2枚ブロック、拾った、左を拾った、さあチャンスボール日本、竹下誰に合わせる、バックアタック、栗原めぐみ、日本はこのバックアタックにも力を入れてきました。いいポイントが出ましたね。そうですね、やっぱり高橋の速さと今の低いバックアタックっていうのはいい絡みですよね、はい、そうですね、柳本監督の強化してきたのはこのバックアタック、そして何といってもスピード、一人複数ポジション、よく拾った、成田がさあこう合わせました。今度はイタリアチャンス、オープンライトから2枚のブロック返しています。レフトから2枚ブロック、大友でしょうか、13番ウルトラセンター出ました、ブロックポイント、日本会長に飛ばして3対0、出ましたね大友、今年やっぱりこのブロックっていうのがね、大友の加入でかなり良くなってますよね。そうですね、ここ1、2年で大友のブロック力っていうのは他の大会でもね、はい、非常に光ってますよ。柳本監督の世界に通用するヒットと言っていました。伊藤、ここはイタリア相手をよく見ていました。さて今日のイタリアはですね、はい、キャプテンの4番のレッドルリを外してきましたが、はい、これは吉川さんどうご覧になりますか。そうですね、まあセンター戦はね、多分どの選手を入れても一緒かもしれないですね、はい、オープン攻撃、ライトからこの人がスーパー女子高生、18番木村沙織。柳本監督がここまでずっと合宿を張って一番伸びている選手注目してくださいと言ってましたかね。あ、まだ17歳です。いいジャンプサーブ、レフトからオープン攻撃、どうだ、木村追っていきますが取れません。ですからこの木村、はい、この選手のデータはイタリアにはないであろうという見方をしてますね。ないですね。そうですか、はい、私もこういう形でナショナルチームとしての木村の前衛までの働きを始めました、ね、日本ポイント5対2、先
昨年の11月にワールドカップが行われた時に日本とイタリアが対戦をしました、はい、その時に一時に吉川に代わってこの君が出てきたんですよ ね、 そうですね、まあ、あのピンチサーバー的役割が非常に良くて、はい、まあ、ものすごいいいサーブでね、高橋ちゃんさん貢献してました。オープン、はい、ピッチニーニ拾っている、いやいや、ポイントはイタリア、イタリアです。コートに落ちましたか。落ちましたね。この12番のピッチニーニは日本のファンにも同じです。このナショナルチームの選手もありファッションモデルもこなしているというリポート、そしてこのアスリートとしての力を持っているイタリアでも大変人気のある選手です。12番のピッチニーニ移動攻撃、13番の大友がいい、どうですか今のブロード。非常にね、大友らしいプレーなんですよ、はい、まさにセンターというプレーですね、はい、この大友のね、片足のブロード攻撃っていうのは、非常に幅があるんですよ。その大友が下がりました。フローターサーブどうする、あっと乱れた、アンダーでブロック、吉原、1番キャプテンの吉原、90年はバルセロナ、96年はアトランタ、今までやってきた中で一番充実している。さあ気持ちは乗ってますよ石原。得点は7対3、日本リード。なんとポイントにはなっていません。左オープン、平行だ、ブロックアウト。ここはまた吉原、さあ吉川さんもですね、はい、この吉原との付き合いが長いと思いますが、そうですね、アトランタの時にはね助けてもらいましたよ吉原。そうですね、非常にね、はい、普段はものすごいねおとなしく感じるんですけど、はい、バレーボールすると熱いんですよ。なるほど、はい、さあ押し合いだ、小柄な竹下、世界最小のセッターライトから、これは決まりません。イタリアバックトスコーナー、ここはインナー打ち分けてきました。2番のリニエール、オリンピック5試合、今大会は左下が少しいないと聞いていますが、2大会前のワールドカップでは活躍をいたしまして、大会屈指のレフトとも言われていました。今日は先発出場、竹下どうする、移動です、吉原得意のブロード攻撃、はい、ここで8点、8対5、日本がリードしてテクニカルタイムアウトです。いや吉川さん、はい、序盤の立ち上がりとしてはいい形が随所に見られますね。いいですよね、一番最初に高橋の時間差攻撃、それとバックアタック、はい、それが生きてますよね。そうですね、はい、両サイドのやっぱりあの攻撃をね、はい、うまく竹下が使ってますからね。ただご覧のように得点の再生としてはもうお互いに点を取り合っている、はい、ということですね。そうですね、これがギャラミューとショースカウントです。全日本は2000年のシドニーオリンピックが出ることができませんね。2大会分のオリンピック出場をかけています。選ばれた12名が強豪のイタリアとまず初戦を戦います。一方のイタリア世界ランキング第4位、ただ今大会はポイントゲッターのあのトグットを欠いてましてね、はい、怪我のために来日はできませんでした、はい、まあ、スーパーエースのポジションなんでね、はい、イタリアとしたら大きいかもしれませんけど、ただ今の戦い方でいけばトグットがいても充実してますからね、はい、なるほど、充実してますよ日本、これが吉原得意のブロード攻撃、いや立ち上がりからすごい顔が出てますよ、でも内面は落ち着いてるんですよ。はい、そこがベテランの経験ですね。自分がキャプテンだということで、はい、自分自身の本当は違う自分を見せてますよね。それがやっぱりベテランですよね、素晴らしいと思いますよ。とにかく合宿でも若い人誰よりも練習をしてきたというね、その吉原が前回のワールドカップに続いてまたキャプテンを務めています。16番のプリンスメデ、上原めぐみ、ジャッジングサーブアウトいたしました。ラリーポイント制ですからサーブ権はありません。第1セット8対6、イタリア追い上げます。現在日本リード。ショートフェア14番、ロビアンコセッターがボールを入れています。さあ日本チャンスボール、竹下バックアタック、栗原です。序盤から栗原のバックアタックが炸裂。柳本監督が強調していたのはこの後ろから、はい、若くて背のある、そしてパワフルなこのバックアタックですね、これを強化していたという感じですね。体重が乗っていいスパイクですよね。そうですね、速攻、
今度はバッカラの速攻です。イタリア10番のパオラ・パンチ、オリンピックに5試合出場しています。サーバーはイタリア2番のエリニーニ。エニエリはここは日本のポイント、成田がリベロとしてコートに入っています。10対7。さあ日本10点を先に取りました。この高橋もワールドカップですね、とにかく世界が注目してますね。そうですね、まあ上背はないんですけど攻守にね、はい、バランスが取れてますから、とにかくいつも元気です。高橋美幸25歳。吉原揺れずサーブ、どうだ、おっとサービスエース、ここでサービスエースが出ました。来る時が来た、心の準備は OK です、そう言ってコートに行きました。吉原智子34歳になりました。18番の木村の年齢が17歳ですから倍の経験を積んでいます。得点は11対7。どうする、移動攻撃、よく拾った、あ、拾っている、大丈夫です、セーフです。アンテナの外、大丈夫でした。レフトからブロックかかっています。さあ日本竹下台に上げる、ここは平行だ、イタリア拾っています。合わせるだけ、ライトからイタリア拾っている、繋がっています。高い、しかしその上、また大友だ、はい、また大友です。183センチ、ナイスブロック、12対7。いいブロックですよね、完全にかかってますもんね。あのね、ものすごく肩のラインがね、ネットに対して非常に良くなりましたね。ああそうですか、はい、ここでイタリアタイムアウト、止まるまで先にタイムアウトを取ったのはイタリアです。第1セット12対7、ここで日本が3セットポイント、ライト持っていて大丈夫、さあ山本監督も相手が強いのは分かっている、しかし予選ではなくて本番のアテネだと思って戦いたいと言っていた。相手は強豪のイタリアです。こちらがイタリアを率いているマルコ・ボニッタ監督、まあ、昨日の練習を見る限りでは日本の報道陣に分からないようにですね、はい、A チームなのか B チームなのか分からないようなこうレギュラーを交えての練習だったんですね。監督のちょうど、はい、まあ、イヤホンしてますよね、やっぱりイタリアというかヨーロッパというのはデータバレーなんですよね。ゲーム中にデータを集めてすぐにいろいろと活用するそうですね、はい、だから日本にデータを取られたらやっぱり嫌なんでしょうね、はい、それだけマークしてるんですよ。まあ、言ってみれば ID バレー、そしてコンビバレーを信条としています。アズーリイタリア、ライトから高いがエンドラインをアウトいたしました。日本ポイント13対7。しかし日本非常に飛ばしてまして、はい、6ポイント差をつけましたね。はい、日本がね、はい、やっぱこの大友を中心にして、ブロックですよね、はい、ブロックで点数をもう点数を話してると吉原さん、さあイタリア場内沈まった、ライトから、ここは打ち抜いてきました。7番の竹下の脇、いやしかしイタリアも、はい、もちろん侮れません、2002年の世界チャンピオン、まあ、ただエースのトグットを欠いてその後ですね、なかなか結果が出せないできた、まあ、関係者によるとどうしてイタリアがここにいるのかというぐらい苦しんではきたんですけどね、ブロックかかりました。ただ逆に言うと日本にもそれだけ全試合勝てる、まあ、大きなチャンスであると、そういった意味ではこの勢いをつけるためにもイタリア戦なんとか先行したいですね、いい出足ですよ。でもそうですね、はい、13対9、日本リード、中央2枚拾っています。ナイスレシーブイタリア、今度は日本チャンス、ライト攻撃、木村このストレートたまないでしょう。スーパー女子高生、まだ17歳、下北沢聖徳高校の3年生です。しかし高校3年生、去年のワールドカップにも出てきたとき、ゴールを打っていきましたからね、はい、もうね、このサーブに注目しましょう。はい、ジャンプサーブ、奥を狙います。2番のリニューリーが返した、そこに2枚、日本拾った、竹下アンダー、イラントス合わせるだけになりました。今度はイタリアチャンス、おっと日本チャンス、押し込んだ、16番の栗原ブロックポイント、15対9。いいですね、はい、やっぱね、木村君のすごいところっていうのはこの大舞台であのサーブが打てるっていう、私が一番感心するのはですね、この度胸の良さですよね。
さあもう一本、それもエンドライン、はい、後ろ狙ってますもんね、声をね。柳本監督の思わずガッツポーズです。思った通り木村が結果を出しています。サーポイント16対9。第1セット日本会長に飛ばして大きくリードを取っています。ここでテクニカルタイムアウトです。いやそれにしても吉川さん、はい、この生まれ変わった日本、はい、とにかく若い若いと言われますが、はい、若くて力があって、ね、背が大きくて後ろからガンガン打てる、本当に監督の言うようにですね、いい状態でこの大会入ってきましたね。そうですね、そのやっぱりね、生まれ変わったという部分ではですね、はい、他の若い選手以外のベテランの選手ですが、それぞれ、日本の自分のチームからキャプテンなんです、はい、だから本当にね、リーダーとして、あとやっぱり若い選手を引っ張っていくっていう選手がコートの中にね、たくさん入ってますよね。そうですね、はい、大山、この試合では先発からは外れていますけれども、はい、まあ、どの選手が出ていってもね、はい、本当に力を出せる、非常に層が厚くなりましたですね、はい、まあ、柳本監督もワールドカップ終わってからとにかく長い訓練、練習、この合宿を得て、この12人に絞るのは本当に苦しかったという言い方をしています。それだけ選ばれた選手12人がアテネオリンピックを目指して、この今日の開幕戦に臨んでいるわけです。ご覧のように3連続ポイントで16対9。バルーンスティックを奪った超満員のお客さんが熱い声援でこの12名をサポートしています。さあこれから第1セット16対9。日本は木村が連続サーポイント上げています。イタリア速攻、ここはスピードできました。この1番に注目していただきましょう、シモーナ・ジョーリー。この1番がやっぱりチームをまとめてます、はい、オリンピックの出場はありませんが、非常にこのチームを引っ張る素晴らしいプレーを見せます。エンドラインを追いました。これ日本にとってはラッキーです。17対10。こういうミスというのはお互い大きいですね。大きいです ね、特にね、イタリアの場合は、はい、やっぱり前回のオリンピック経験者入ってますからね、何人も。そうなんですよね、意外と若い選手というよりも、ベテラン組、はい、日本これは高橋アウト。でも日本の場合はこういうサービスはね、どんどんその落ちてね、消極的じゃないのがいいです。勝ってますからね。12番ピッチニーに、おー、トモカ拾われた、ツーよく拾っています。木村ですね、栗原、上のスパイクアウトになりました。17対12。しかし日本依然として5ポイントリード。これが16番新加瀬19歳栗原めぐみ、186センチ、若きエース。去年のワールドカップではベストスコア部門13位、サーブで6位、日本では高橋に次ぐ2位の成績です。大友移動攻撃、吉川さん、今日立ち上がり大友がいいですね。いいですね、この移動攻撃ですね。早いです、はい、まあ、日本のバレーはこのスピードに大型化したバックアタック、はい、サーブは13番、大友が下がります。リベロが上げる、あっと乱れた、イタリアコンビが乱れています。日本ポイント19対12です。イタリアがちょっと乱れましたね。そうですね、ちょっと苦しいですね、イタリアはね、はい、ここでイタリア2度目のタイムアウトになります。いやー、しかしランキングでは上にあるこのイタリア、2002年の世界チャンピオン、現在世界ランク4位。何かこの雰囲気に飲まれているというか、まだまだ自分たちの形でないように見えますけどね、はい、日本が、ね、いいのはサーブなんですよ、はい、今、サーブがですね、イタリアを非常に崩している、でイタリアらしい攻撃がないんですよね、逆に日本はイタリアに負けないぐらい、はい、やっぱり3人バレーというか、バックアタックも含めた状態で充実した攻撃の速さを見せてますからね。なるほど。さあこのベテランの吉村智子を中心にチームがまとまります。第1セットは19対12、日本7点リード。これが高橋、11月のワールドカップでも大活躍。大友が下がります。井戸攻撃、拾ったレフトから決めました、栗原めぐみ。とにかく中国で
年生では現在世界での有数にトップに入るこの中国、それ相手に一勝もできませんでしたが、栗原はとにかくあの遠征が大きな収穫を得るチャンスだったと、きっかけを与えてくれたと言っていました。その栗原が本当にこの19歳ベテラン選手と一緒に混じってチームを引っ張ります。得点は20対13、イタリア7点のビハインド。もう1回移動、吉村フェイント、フェイント、この辺はベテランよく見ています。今度は笑顔、はい、うまいプレーですよね。ねえ、落ち着いてますね。ねえ、本当にね、日本になってますよ。はい、あの日本の選手たちも本当にいい見本ですよね、吉原というのは。さあ、ジャンプサーブ、16番は栗原恵。さあ、サッカー来た。あ、思わず今度は10番のパッチにガッツポーズが出ました。イタリアには日本でもおなじみのベテランのセンター、カッチャトゥーリがこの来日をしていますが、今日はセンターは違います。そして今10番のパッチが入っています、先発メンバー。おっと、フローターサーブよく拾っています。日本つないだ、ライト攻撃、2枚、あっと吉原返せません。9番のチェントーニ、ワールドカップではトータル164得点を挙げるチームナンバーワンの結果でした。とぐっともいないチームを支えてきました。こちら日本は吉原、得点は21対15、6点差。14番セッターの今日はロビアンコ、バックアタック吸い込んだ。また16番の栗原、プリンセスメグ笑顔が出ました。落ち着いてますね。はい、あのね、竹下がね、はい、非常にトス回しをしてますよね。ははは、今ねバックの、はいはい、有効にですね、あのバックアタックをマーク使ってるんですよ。はい、その竹下が拾って、ちょっと流れていますが、ワンタッチを狙っていきます。ワンタッチはありません。イタリアポイント、得点は22対16、依然日本がリード。第1セットは全くイタリアにリードを許していません。大事な日本にとっての初戦、とにかく本番のアテネを想定して戦いたいという監督、この柳本監督ですが、ワンタッチはありません。イタリアポイント、22対17、5点差に変わりました。まあ、スターティングメンバーでは5センチほど2人の方が高いのかなと思いましたが、この大型が合わせた日本12名ですと2センチしか変わらないんです ね。イタリアがわずか2センチ高いだけで日本はほぼ変わらないという状況なんですね。非常にバランスがいいですよ、はい、日本はバランスが良くなりましたよね、やっぱりあの若い栗原、金田が入ったことによって非常にバランスが良くなっています、はい、うん、さあ吉原下がりました。揺れるサービス、おお、変化していった、あっと乱れた、乱れた、サービスエース。さあ第1セット、セットポイントできました日本、24対17。さすがですね、あの落ちる変化するサーブ、はい、いいところに落としますね。もうね、はい、ジャンプサーブがいて、こういうようなね、サイドストローカーなんで、非常にバリエーションとかなんでね、イタリアは取りづらいと思いますよ。そのサイドからのフローター、沈んでくる、リベロ取った、ライト攻撃、2枚取りましたが、決めたのは9番のチェントーニ。前回のワールドカップでの大活躍、この日本とワールドカップでは戦いました。ただイタリア、ベスト3に入ることはできませんでした。さあ日本拾って、竹下後方から18番の木村、データがないという言葉通り、木村がセットを取る、最後はタックを決めました。第1セットは25対18、日本が先に第1セットを取りました。この第1セットを取った、なおかつ数字を見ますと、はい、7ポイント差があるんですね。そうですね、やっぱりね、終盤の吉原君のサーブじゃないですけどね、サーブがやっぱりいい時に決めてる、はい、それとやっぱりデータのない木村、それとバックアタックを、多用しているあの栗原ですか、はい、で大友のブロック、これがやっぱりいいですね。こう見ると、まあ、スタートの6人の良さがそれぞれ出てきましたね。そうですね、それぞれの役割をしっかりしてるというか、はい、若手が生きてるっていうのはやっぱりそういった意味じゃ
ベテランのね自分の働きをしっかりしてくれてるっていうことですね。逆に今画面に映っているイタリアの方ですが、はい、これだけの点差をつけられて第1セット落とした、はい、かなりまさかという状態じゃないでしょうか。そうですね、かなり試合が始まる前の練習にしても、自分たちを見せたくないというのがありましたから、そういった意味では自分たちのペースでできてないというのが大きいですね。ショック大きいと思いますよ。ある意味本当にエースできたトグッドがいない、そういった意味ではちょっと自信に欠けるものがあるのかもしれませんね。そうですね、それが逆に言うとトグッドがいたらという気持ちになるとやっぱ次のセットもね同じようなケースになっちゃいますよね。この辺に関してはマルコ・ボニッタ監督も昨日の会見ではこのメンバーでとにかくこの場を乗り切って本番のアテネにはトグッド、あるいはフランチェスカというメンバーを加えて万全で戦いたいという思いも言ってましたので、はいはい、なんとか今怪我人を除いたこのメンバーでチケットを取りたいということなんでしょうね。そうですね、こちら山本翔一監督です。いや木村がいいと言っていたその言葉通り、とにかく決まったところに木村は打てるし拾えるんだと、非常に試合感がいいと、それと関係者の中ではなんか40年に1人の逸材じゃなかろうかという声も出てるぐらいですね。そうですね、本当にね、はい、気持ちがしっかり持ってるというか、はい、本当にスーパー高校生です。いや本当にねまだ高校3年生ですもんね、はい、やっぱ高校3年生でこういう大きな、ね、はい、舞台に立った選手っていうのは最近ないんですよね。そうですね、私の記憶だとそうですね、ロサンゼルス前後ぐらいの時の選手が何名かいましたね、まあ、セッターの中田さんあたりは中学生でっていうね、はい、ことがありましたですけどね、しかし春高バレーにも出ていてもいいぐらいの、ね、年齢なわけですけれども、この間は出てましたよね。そうですよね、その選手がこの国際舞台オリンピックの最後のチャンスに上がって大活躍。さあこれから第2セット、これが18番のスーパー女子高生木村沙織、まだ17歳、17歳で全日本入りを果たしています。そして向こう側9番高橋、今木村と同じ話をしています。さあサイドが変わりました、黒いユニフォーム左側全日本高橋のサービス、軽くジャンプサーブ、移動を使います、パッジ。さあ逆に吉川さん、はい、イタリアの動きですね、はい、まあ、コンビネーションのミス乱れなどもありましたが、はい、イタリアに関してはどうですか、どのようにいってないですか。イタリアの場合はですね、やっぱり日本のデータがないことに関してやっぱり不安があると思います、はい、時間差、高橋みゆきです。 NEC レッドロケッツの主将、4年前の雪辱とオリンピック初出場を狙っています。この高橋も勉強ですね、1枚ですよねブロック、それだけ速いってことですよ日本の攻撃が、はい、イタリアのブロックっていうのはリードブロックって、ボールに対して反応していく、はい、それが1枚半しか取ってないんですよ、それだけ速くて、いいってことですよね。誰もいないところに落とした、また大友です。13番は大友、はい、でもね今のトス上げたのは高橋なんですよ、はい、高橋はレフトの守備位置、はい、あるいはライトに入っていながらも、はい、セッターとしてもね、そうなんですよね、動ける、まあとにかくユーティリティープレイヤー、いつも元気な高橋。さあ今度は振った、拾っていい、拾った、よく拾った、今のは成田ですね、今度は吉村拾った、高橋上げてレフトから、ここはちょっとポイントが合わなかった、18番の木村、ここはブロックに合いました。イタリアは9番のチェンボーニ、182センチのブロックに捕まりました。しかし、はい、金星大負け、成田ナイスレシーブです ね、 ね、もうね、その分だけね、若いのが、はい、次もう一回頑張らなきゃと思いますからね。成田移動、大友です、レフトからフェイントです、レフト攻撃、また高橋、成田が、そして高石、もう一回ストレート拾っています。イタリアバカだか、コーナーいっぱい、9番のチェントーニ、いやこのチェントーニの表情も非常に気持ちが乗っている。得点は3対2、イタリアが1点のリード、第2セットはイタリアが1点リードしています。この黒髪下がりました、9番のナリア・チェントーニ、22歳、オリンピックの経験はありません。
時間差攻撃拾っています。リブロが上げる、返すだけイタリア、試したアンダーで上げている、高橋高いブロックを打ち抜いた、元気でした高橋美由紀。とにかく去年 の、 あのワールドカップでは各国の関係者があの選手はダメなんだと聞いたそうですけどね。とにかくね、今のねセッターの、はい、左のセッターの低いところを打って頭を使った攻撃なんです、はい、なるほど。移動攻撃、これもよく読んでいる日本、2枚です、帰っています。さあどこに上げる、レフトから、ここはスピード落としました、入っています。12番のピッチーニ、このピッチリーに3枚いましたが、ストレートに打ってきました、はい、でもね、日本は1本で決めさせてないんですよ、先ほど。ははだからこれはね、ボクシングでジャブみたいで嫌なんで、効いてきますか、後半、はい、さあピッチリーに時間差、大友上げている、押し込んだ、チャンス日本、ライト攻撃、高橋、高い、しかしまだ竹下上げた、レフトから、どうだ、メグ、拾っています、イタリア、しかし流れた、アンテナの向こう、ポイントは日本4対4同点。この人が16番プリンセスメッグ、ニックネームはコー、まあ、この会場にも最高のコーという横断幕があります。まだ19歳、その栗原が前衛、ジャンプサーブ、高橋左オープン、流れた、ブロックやっている、イタリアもなかなか決めきれない、もう一回フェイント打てません、ミニエミニエですが拾った、日本返した、1番のシコーラ上にブロック、イタリアらしさが出せません。16番日本の栗原取れた、日本リード5対4です。よく見てますよ、はい、相手をよく見てます、あのね、速さに対しての攻撃は、はい、やっぱりね、日本が速いですからブロックついてきます。そうですね、イタリア側のこのスパイクでなかなか日本勢に打ち込めないというね、はい、そんな印象ですよね。この人が1番、シモーナ・ジョーリ、26歳、185cm あります。非常に厳しい表情でコートに立っている、そのジョーリ下がった、いいサーブ、しかし日本いいレシーブだ、上がった、9番のチェントーに返して、中央から2番のリニエリ、6回の日本1点リードされました。ちょっと日本のブロック、あるいはバックアタックにイタリアがね、はい、ついていってないのかな、そんな感じもしますね。そうですね、ちょっとね、サーブがやっぱりね、はい、少し、イタリアが落ち着いてレシーブでしっかり返す、ああそれが今膠着状態という感じでしょうか、はい、日本ポイント6対6、16番のメグ、はい、原めぐみです。今もトスが戻ったんですけどね、コースを狙ってうまいところに打ちましたよ。そうですね、はい、空中でいろいろコースを変えてるんですね。そうですね、いいサービス、フェイント拾った、高橋ですね、バックからこのボール、どうする、バック打てない、打てない、しかし見ていた、しかしイタリアの9番のチェントーニ、さすがによく見ています。ただ今の拳の突き上げ方を見ると、はい、まあ、イタリアも立ち上がりから全力でいってるのかな、そんな印象ありますね。やっぱりイタリアにとったら、もう一戦一戦ですからね。そうですね、昨日関係者に取材をした時にも、イタリアがナンバーワンではなかろうかというと、いやそうは期待するやってみなきゃわからないというふうに言っていました。しかし出前表通りと言いましょうか、やはり期待通り日本は強い。第1セット日本が取って、第2セットは7対7同点。さあキャプテンの吉村が中央に上がっています、フォワードセンター、ここで笛があります。まあ、確認、これはどういうことでしょうか、はい、無心に伝えて、はい、リベロの選手、成田選手がですね、はい、アウトポジションなんですよ。コートの中に入ってなきゃいけないのが、コートの中4人しかいなかったんですよ。なるほど、しっかりとまず始まる前のポジションについていなかったということで、はい、反則取られたわけですね、はい、イタリアにポイント、第2セット8対7、イタリアがワンポイントリードで、これテクニカルタイムアウトです。
タリアを代表する12番のプレーヤー、フランチェスカ・ピッチニーニ25歳。スパイクの最高到達点が309センチという素晴らしい跳躍力、普段はファッションモデルの仕事もしているそうです。そして今日の14番はセッターロビアンコ、オリンピックの経験があります。今中央のリベロ17番はカルドゥーロ、162センチしかありません。しかしカルドゥーロはヨーロッパ連盟女子の MVP ということで非常に守備が上手い選手。ご覧のように日の丸が振られています。土曜日の6時にゲームが始まりました。まあ、とにかく今日から始まった女子男子20日間の激闘ですね、はい、ありがたいですね。これだけ超満員のお客さんが入ってましてね、これはね、はい、もう本当セット5点ぐらいもらってるようなもんですよ。あ、そうですか。それぐらいね、やる気にもなるし、こういう強いですよね。今日解説の吉川さんは前の全日本女子の監督でいらっしゃいますから、こういう雰囲気の時で本当に助けになるんですか、本当に、ね、はい、モチベーションが下がらないですから。さあ第2セット始まりました。8対7イタリアリード、うん、返せません。この12番のピッチリーニ、日本は今日がイタリア戦、明日がタイ、その後ナイジェリア、プエルトリコ、韓国と5月の14日金曜日6時に試合があります。そしてチャイニーズタイペイ、最後はロシアという女子の日程です。その8チームの中では一番強いと言われているこのイタリア、そのイタリア相手に第1セット日本取っています。左から2枚ブロックアウト、ブロックアウト。18番の木村、しかしデータがない、注目しているという監督の言葉の通り、木村が打つとですね、相手も戸惑ってるんではなかろうかというような今日の戦いぶりです。そうでしょうね、こんな選手いたのかなという感じでしょうね、イタリア。そうでしょうね。去年ワールドカップでは大山という選手がいただろうという話はしていましたが、木村が先発、ライト攻撃、よく返した、さすがリベロ。そして竹下、バカバカ、鳥原が決めた、鳥原が決めて場内が盛り上がる。9対9同点。ここからこの跳躍力、はい、いやすごい高さ、そしてパワーです。9対9、うわ、拾ったボールは返せるか、イタリア返せない、オーバータイムス返せません。日本リード、第2セット10対9。さあ日本リードを取りました。世界一小さい最小竹下佳江、セッターが下がります。26歳司令塔、ジャンプさん、おっと乱れた、いいサービスです。バックから返すのがセイプアウト、長い長い、リニエールスパイクアウト。やはりサービスが功を奏している。今日の日本サービスがいい。その栗原のサービスの後は竹下のサービスも効きました。第2セット11対9、日本2点のリードでイタリアタイムアウトです。いやー、吉川さんおっしゃるようにサービスもいいですね、はい、ね、ね、竹下は考えてサーブを打ってるんですよ、はい、あえてピッチーニを狙ってるんです。12番を狙ってるんですね、はい、だからピッチーニがやっぱり今前衛なんですよね、はい、だからスパイクを打たせない、崩す、はい、それでブロックを、ね、的を打つ、とにかく日本がすぼめるようにしてるんですね、はい、去年の2月に全日本の監督に就任しました、柳本翔一監督。男子バレーではあの世界を代表する名センターのサブにサブとして活躍をしてきました、男子バレーの選手。そして今はこの全日本の女子を率いています。得点は11対10、イタリアポイント。日本はこの試合イタリアに3連続ポイントというのは与えてないですね。そうですね、あのね、サーブレシーブで竹下に返ってるんですよね。なるほど、ですから日本の形ができる。ここで時間差を使ってきました。センターからレフトピッチリーニ、この12番をマークしたい。25歳180センチ、8歳からバレーをして19歳でフランスに行って女子選手、海外プレーヤーとしては第1号、
美貌とそしてアスリートとしての能力、高い能力も兼ね備えています。12番ピッチリーニ、あっとここはよく見ていた吉原か、コートの中央に落とした。12対11、日本再び1点のリード。本当にね、今もコースが、ね、ちょっと乱れたんですけどね、はい、でも本当にベテランらしいいいところに落としてますよね。そうですね、チームがね、はい、やっぱ落ち着くんですよ。だから3連続取られないんです。なるほど、はい、そしてこの今ふーっと息をした、なんとも言えない間を作りますね吉原、はい、移動攻撃、1番ジョーリー、イタリアはシモーナが2人います。1番がシモーナ・ジョーリー、2番がシモーナ・エリエーリ、それぞれ26歳、この1番がシモーナ・ジョーリーです。イタリアメンバーチェンジ、これ15番が入ります。アントネラ・デルコーレ、レッドが入ります。アウトはナディナ・チェントーニ、9番がアウトいたします。この15番デルコーレ、23歳180センチです。ピンチサーバーという感じですね。そうですね、はい、サイサ時間差帰る、しかし日本のこの攻撃もいい。さあ吉原上げる、竹下だ、飛ばす、レフトから高橋、2枚を打ち破った、9番の高橋祐希、日本の元気印は本当に今日も元気です。ここから、はい、高い真ん中を破っていきました。1番の上位ですね、もうね、本当に本当1ミリの隙間を打ってますよね。そうですね、13対12、依然日本1点のリード。第1セットは日本が上げています、取っています。25対16、速攻速い攻撃です。ワンタッチはありました、イタリアポイント。1番のシモーナ・ジョーリー、さあこうしてこの1番のジョーリーがリードを残る声をかけます。そうですね、今のチームをね、はい、ゲームメイクしているのはこのジョーリー選手と、はい、あとピッチニー選手ですよね。ああ、そのピッチニーが今12番今アウトしているわけですね。おっと、ちょっと折り合ったか、これは今いけない、イタリアどうしたのか、今見合いましたね、はい、日本ペース、14対13。いやいや、あの強いイタリアどこへ。第1セット日本に対して落とし、この第1セットも13対14、ジャンプサー高橋です、破りました。2番のリミエーリ、188センチあります、はい、まあ、ブロックをねしっかり見て打ってますよね。ただ日本はね、あれは攻撃的なブロックなんです、はい、通常飛ぶんでは飛ぶ場所とは違う場所でスイッチブロックって言うんですけど、ははよく考えてます、落ち着いてますよ。栗原ブロックがかかっていますが、ここはピー速攻いった、言われている、2枚ブロック、ブロックポイント、小さな竹下がいました。大友と竹下、世界最小159センチ、竹下が飛んでいました。竹下ですね、はい、これは恐れ入りました。あのね、小さな竹下は彼女一番嫌がるんですけども、ブロックのタイミングはいいんですよ。なるほど、これは身長だけでは表せない部分があるわけですね。そうなんです、ジャンプのタイミングですね、はい、だから彼女がブロックを飛ぶっていうことは男子のネットの上からスパイクを打つような感じで、きっちり飛んでくれればレシーブはしやすいですけど、そうですか、はい、しっかりとその竹下の手にかかっていました。得点は15対15同点、イタリア追いついた、左オープン、めぐる栗原、16対15、日本が第1点リードを取りました。第2セット、ここで16点ですのでテクニカルタイムアウトです。日本がリードをしています。こうしてキャプテンの吉原が選手とコミュニケーションを取ります。今映っているのが小柄だということを伝えました、この7番の竹下、そして柳本翔一監督です。まあ、イタリア戦初戦強豪のイタリアとアメリカ、本当にラッキーであると、強いチームと最初に打ち合いやった方がいいんじゃないかなんてこと言ってましたけどね、吉原さんですよね、そしてこちら苦戦しているイタリア、ただ第2セットに関してはイーブンですね、はい、多分あのコートの外にアナリストがいるんですよ、はい、イタリアはこの連絡を取り合って情報収集しているわけですね。これで多分あのサーブの打つ場所、はい、あと自分たちのブロックをする場所ですよね、
でもね、今ビデオで映ってるこの難しいトスをね、高いブロックを綺麗にね、栗原打ちましたよね。どっしりしてますよね。なるほど、はい。まあ、やっぱり相手がいることですから、トスのボールが乱れても、はい、うまくエースが反応してる。まあ、それとこの柳本監督はとにかく若くても大きな選手を集めようということで鍛えてきましたが、その大型方がうまくいってますね。はい、特にね、攻撃の部分でバックアタックあり、はい、逆にブロックありという、やっぱりその辺が充実し始めてますよね、日本は。第2セット16対15、日本。さあ、栗原のジャンプサーブ、あっと、これはネット中央です。16対16、こういうミスは減らしたいですね。そうですね、ただまあ次が大事ですからね、はい、ただやっぱりスパイクサーブですから紙一重と言ってもいいかもしれませんね、はい、危険は含んでいます。さあ、軽くフローターサーブ移動、吉川、これはどうだ、返るか、おー、返した返した、リニエリがうまく返しました。成田、そしてもう一回移動、吉川、ナイスレシーブだ、と返りません。ここはイタリアが拾っています。イタリアの気持ちが徐々に乗ってきた。10番のパッチがいます、ね、今2枚なんですよ、木村レフト、吉原選手が、はい、ここでね、バックアタックで先ほどまでずっと栗原選手が来てた、はい、イタリア1点のリード、17対16、日本拾った、竹下返すだけになった、中央よく拾っています。ライト攻撃、成田拾った、返します、しっかり打っていきました。どうする、左からピッチリーニ、よく返した、粘った返した、全日本返した。さあ、今度はイタリアチャンス、リブロが拾う、どこへ合わせるか、ピッチリー入った、コーナーいっぱい、これはブロックの上でした。イタリアの攻撃の要ではあります、12番のピッチリーニ、ここはよく見ていました。18対16、イタリアがついに2点をリードしました。ここで日本タイムアウトです。さあ、ここでイタリアもリードを取りましたので、ここで一呼吸、そして体勢を立て直そうというこの第2セットのゲーム半ば、はい、ああ、今この画面の中央センターを映ってますね、ベトナムセンターね、カッチャトゥール、日本でも非常に人気があります。前のこのナショナルチームのキャプテンも務めていました。現在はスペインでもプレーをしているそうですが、まあ、一時ナショナルチームを離れてスペインに行ったところ監督が呼び寄せたそうですね。あ、やっぱりセッターの層っていうのはイタリアは薄いんでしょうね。そうですね、今挙げてるロビアンですか、はい、この選手は前回オリンピック終わってからずっと挙げてるんですけど、はい、休ませて考える時間が欲しいですからね。さあ、プレー再開、第2セット、イタリア18対16リード、木村、スーパー女子高生、コートサイドで仁王立ちという雰囲気は柳本昭一監督どうだと言わんばかり、はい、木村のプレーを見てね、相手のベンチにどうだっていう雰囲気で何かプレッシャーを与えてますね。井戸攻撃、漢字10番です。今度イタリアにもこういう少しですが笑顔が出しました。第2セットは19対17、イタリア2ポイントリード、日本コールです。東京体育館、日本コール。さあ、ここは第2セット日本踏ん張りどころ、飛ばしてライト攻撃、イタリア上げる、誰に合わせるか、ライトから合わない、コールボール、ネット、15番のデルコールに合わせましたが、ここはミートできませんでした。19対18、日本その差1点。点数欲しいですね。そうですね、あの吉原が3番ですよ、はい、はは、嫌なサーブだと思いますよ。なるほど、去年のワールドカップでもそうでした、今日の試合でもそうです。これ変化するサービス、スリークォーターからのフローター、落ちた、移動攻撃、上利、しかし抜けません、ピッチリリー、拾っている、拾っている、高橋だ、竹下バックアタックを使う、あっと笛です、ネットタッチですか、ネットタッチですか、主審が笛を吹きました、ネットタッチ。20対18、イタリア2ポイントリード。表情を変えて激しく声を出しているのは1番のジョーリ、14番のセッターロビアンコに変えて、あ、国民キャプテンの4番のレッジェリが入ってきました、はい、ベテランですね。そうですね、通常はね、彼女がレギュラーで入ってます。
そうですね、今日はスターティングスクスから外れてましたね、はい、ライトコールディーストレート木村ですね、いいですよね、木村いいぞ、さあ頑張れ日本、はい、20対19、1点差、ここはストレートを狙っていきました。でもね、ギリギリまで私はクロスで打つ打ち方なんです。肩の動きを見るとそんな雰囲気もありましたね。あの打ち方はね、はい、なかなか高校生じゃできない打ち方ですよ、ね、そうですか。このスーパー女子高生木村沙織、表情は全く変えない。どうだ、レフトピッチリに蹴った、もう一回、あっとコール、レフトレフト、ピッチリどうした、返せません、20対20。さあ第2セット、ついに日本同点に追いつきました。さあ吉川さん、ここは絶好のチャンスですよ、はい、3ポイント欲しいですよね。木村どうする、イタリアピッチリにもう分かっている2枚だ、さあチャンス、目が上げて試した、ライト攻撃、高橋わずかにサイド入った、これはいいんです。21対20、アライトでワンポイント成功、この角度、はい、惜しい。そうですね、きっちり相手が読んでますね。そうですね、はい、さあピッチリが今度は下がる、後衛に行っています、竹下体をねじってナイスプレー、はい、大友、第1セットはこの大友が大活躍、世界に通用するセンター。まあ一時この人は全日本の合宿でね、思うようにいかなくて合宿を1回辞退してまたカムバックした、はい、でもね、苦しい中立ち上がってきました。体が大きくなってますよ。ああそうですか、はい、ツーツー、はい、自分のね、やっぱり弱いところをやっぱり、はい、全日本に合流してない間ちゃんと鍛えてますね。そうですか、おじいさんの一言ね、愛は何をやっているんだ、その一言でよし、もう一回私が全日本に入らなければということでカムバックしてきたそうです。その大友、得点は22対21、イタリア1点のリード、返すだけだ、あっとブロックアウト、ここは2番のミニエリがうまく打ち抜きました、23対21です。第2セットは23対21、イタリアがリード、ここで日本がタイムアウトです。第1セットは25対16で日本が取りました。第2セットはご覧のような得点経過、生放送で東京体育館からお伝えをしています。日本の初戦、強豪イタリア戦、全日本を率いる柳本翔一監督、ここまでは落ち着け落ち着け、そんな雰囲気、この人が12番のピッチニーに、今の隣の選手の表情など見ると非常に激しくなっている。まあイタリアとしてもやっぱり日本は強いなという思いで戦ってるでしょうね。もうね、これは先につながる大会ですからね、多分オリンピックでも当たるでしょう、はい、まあおそらく両国の選手は当然オリンピックを想定してやっていると。日本ポイント、23対22、イタリアリードは1点、ここで全日本メンバーを入れ替えます、はい、大村ですね、流れを変える跳躍、跳躍プレーヤーというか跳躍娘、この大村が入ってきました。とにかくスパイク最高到達点がチームナンバーワンの319センチ、スパイク、帰らない、24対22、イタリアセットポイントを迎えました。第2セットワンポイントで入りましたけどね、止められませんでした、はい、さあそして竹下が入ります、大村に変えて再び竹下が入りました、159センチという司令塔です。こちらもイタリアのセッターはロビアンコ司令塔。さあイタリアセットポイント、移動攻撃、よく拾った、ピッチリーダレシーバー、レフトがこれはネットを越えていません、24対23、1点差、第2セットまだまだ日本踏ん張る。さあ吉川が越えてきた、もう一本ですよ、もう一本日本欲しい、はい、栗原さん、はい、頑張ってほしいですね、その栗原、さあ下がってスライサー、よくったピッチリーニ、ライト攻撃だ、ここは返せない、最後はイタリア2番のミニエーリが決めました。第2セットは25対23、イタリアが取り返しました。これで日本イタリアセットカウント1対1の同点になりました。